ヨルダン南部の港湾都市。人口62,773万人。巡内陸国であるヨルダンが、唯一海に接する場所であり、港湾として、戦略的な用地である。ヨルダンの南端にあり、赤羽湾に面し、航海を経て、インド洋に通じる。サウジアラビアとイスラエル、エジプトを結ぶ、海上交通の要所。海洋貿易の一大拠点。 また、温暖な気候で雨も少ないためリゾート地としても有名。2004年現在はヨルダンとイスラエルとの関係改善によるイスラエルからの旅行者も増加している。西隣にイスラエル領のエーラートがある。一年を通して温暖。古代においては、紀元前4000年頃から人間が居住しており、アジア、アフリカ、ヨーロッパをつなぐ交易の要衝であった。 初期の集落は聖書によれば、エラトと呼ばれていた。これはおそらく、エドマヤ語の子有名詞で、町は、エドマヤ人、後には、アラブ系のナバテヤ人の交易の中心地であった。列王記によれば、イスラエル王国のソロモン王が、都市エジオンゲベルを築き交易の拠点とした。これはおそらく現在の赤羽の付近にあった、鉄器時代の都市を指すと推測される。 プトレマイオス朝の時代には、ベレニケローマ帝国の時代にはアイラナ、またはアイラと称され、重要な軍事拠点の一つであった。その後、東ローマ帝国の領土となったが、7世紀に、ムハンマドが出て、イスラム教を建てると、ほどなく、イスラーム勢力の下に置かれた。以降、ウマイヤーサ、アッパースワサ、ファーティマ朝の統治を経て12世紀には十字軍に、 占領されたが、1170年、サラアフッディーンに奪取された。1250年より、マムルーク朝に支配される。後オスマン帝国によって、約400年間支配された。第一次世界大戦中の1917年、アラブ反乱を起こし、オスマン帝国に反旗を翻した、メッカのシャリーフ、フサイニーブンアリーの勢力が赤葉を奪取した。この軍隊を率いたのが、 フサインの子、ファイサルイブンフサインとトーマス・エドワード・ロレンスであった。赤バの占領により、ヒジャーズ王国に編入され、エジプトからアラビア半島へ、またトランスヨルダンを経て、パレスチナへの輸送路が確保され、イギリス軍を助けた。1924年ヒジャーズ王国が滅亡した後、1925年に赤バは、イギリスのトランスヨルダン委任統治領に割場された。 1965年、フセイン国王の主導によるサウジアラビアとヨルダンの領土交換によって赤羽の街は広がった。ヨルダンは内陸の砂漠の6000平方キロメートルを割上し、対して赤羽南部の12キロメートルの海岸線を得た。1980年代の湾岸戦争まで赤羽はヨルダンの隣国イラクにとって主要な輸入港であり、 以降も、イラクへの国際連合による人道支援物資の陸要項であり、経済制裁下にあって制限された、石油輸出も赤箱を通じて行われたものが大部分である。世界でも貴重な黒バラの咲く土地でもある。王家の花として保護されている。ありがとうございます。